こんにちは、麻生さんマジリスペクト、スタイリスト純太です。結構時事ネタあげるのって珍しいと思うんですけど、麻生太郎氏、麻生さんって有名なのがスーツがめちゃめちゃおしゃれっていうのが結構有名だと思うんですよ。最近ネットニュースとかにも話題になってたんですけど、麻生太郎氏のスーツが35万円、こちらに関してめちゃめちゃ叩かれてるみたいな話をちょっと聞いたんですね。なんで叩かれてるのかよくわからないんですよ。35万円のスーツ、オーダーの価格帯としては50万円になったりするスーツもあるぐらいなんで、まあ価格としてはまあそこそこなんじゃないかなとは思いますし、対外的な付き合いもする政治家がそういったスーツ、まあ例えば吊るしの2万円とかのスーツ着てたら、さすがにイメージが悪いだろうっていうのがすごい思うんですよ。特に海外と綿密に、しかも麻生氏は英語もペラペラだっていう話で、外務省も以前勤めてらっしゃった方ですもんね。なのでそういった方が海外に行った際にそんなスーツを着れるわけがないだろうと。なので最近メディアって結構そういった本当にちっちゃいところを重箱の隅をつつくようなことをしてなんか盛り上がってますけど、よくわからないですよね。今回の本題に移りまして、今回はイタリアンクラシコ、あとはまあラテン系スーツに関してをちょっと取り上げさせていただきます。実は以前3回連続でご紹介しますって言ってたんですけど、撮影したにもかかわらず撮れてなかったんですよ。データがちょっと破損してたんですね。そのためちょっと今回また急遽撮り直しているっていう形になります。まずはイタリアンクラシコというかラテン系のスーツの説明をさせていただきます。ラテン系のスーツっていうとやはりフランスとかイタリアが挙げられるんですね。まずフランスとイタリアは全く違う文化を支えてきました。例えばなんですけど、フランスだとオートクチュール、プレタポルテっていう言葉があるんですけど、多分結構聞いたことあると思います。オートクチュールがオーダーメイド、プレタポルテに関しては既製服っていう言葉なんですが、フランスはどちらかというとフェミニンな曲線美、そういったものにちょっと影響されてるんですね。フランスが一番既製服に強かったっていう文化がありまして、デザイナーズスーツの発祥だからこそパリコレとかも有名なんですけど、女性っぽさをちょっと若干取り入れたようなスーツの構築になってます。なので結構どちらかというと曲線が多いことがラテン系スーツ のフランスもイタリアもなんですけど特徴になってるんですね。それでですね、フランスはそれこそデザイナーズブランド、ハイブランドと呼ばれる、まあ、ルイ・ヴィトンだとかああいったデザイナーズブランド のファッションを結構極めていったんですけど、イタリアは一方ちょっと違った文化を見ててるんですね。まずナポリ、結構イタリアのテーラーって言ったらナポリテーラーが結構有名なんですが、ナポリに関してはスーツを下着みたいな形で作ってたっていう歴史があるんです。そのためナポリテーラーはそこで相当な技術を得たことによってファクトリーブランドみたいな形で工場からそれこそブランドを作り上げるまでに至ったっていう背景があります。そのためイタリアンクラシコの文化っていうのはナポリテーラーの文化でもあり、イギリスとは全く違うようなフランスの影響も受けつつイギリスの影響も受けつつっていう形で独特なスーツを作り上げてるんですね。例えば相当昔、イギリスはもうそれこそチャコールグレーかネイビーのスーツしか着ないぐらいの本当にカッチリとした服を好まれてたんですね。それと比べてイタリアは気候の違いもあり、それこそ色気を出すようなスーツにしていたっていうのがまず一つ目。そして生地も全く違います。その気候の話もあるんですけど、イギリスは結構湿気が多いことがあるため結構生地を厚みのあるような重厚感のあるような生地にしています。そのため硬い、それこそ張りのあるようなタイプなんですけど、それに比べてイタリアの場合はあっちは結構どっちかっていうとカラッとした気候だったので、どちらかというと本当にもうちょっと柔らかいドレープ感のあるようなものが結構好まれてたっていうのが実際にあります。そういったちょっとテロッとしたものを着てしまうと湿気を帯びてしまってすぐふにゃふにゃにくしゃくしゃになってしまってシワになってしまったりとかするんですけど、逆にイタリアの場合はカラッとしてるからこそドレープ感のあるものでも全く問題なかったっていうのと、あとはイタリア人って結構国民性の違いっていうんですかね、結構ナンパしてるようなイメージありますよね。事実ですよ。
だからこそスーツをビジネス的な役割にちょっとあの押し込めることなくファッション性を意識しているっていうのが、それこそフランスの文化も混ざり合ってるっていうのもあるんだと思います。シルエットに関してもブリティッシュともアメリカンともちょっと寄らないような雰囲気になってます。例えばなんですが、有名なのがイタリアのスーツはやっぱりあのここのシェイプの部分がすごい丸みを帯びている。以前イギリスのスーツは逆三角形のようにカクッカクッってなったような構築的なスーツだったんですけど、イタリアの場合は結構曲線美っていうのが結構意識されていて、あとはまあそれこそ肩の部分もイギリスに比べると結構どちらかというとナチュラルよりですが、肩パッドが全く入ってないわけでもないっていう形になりますね。それこそナポリの文化っていうのがここのボタンに相当現れてますね。これあの重ね付けされてるものにはなるんですけど、キスボタンという、まあ、簡単に言うとボタンを一つずつ少し重ねるようになってるんですよ。これアメリカもイギリスもしてないものでして、イギリスの場合は5つのボタンがあのこのように離れた状態になってるんですけど、イタリアのスーツだけはキスボタンといって、まあ、このように若干重ねることによって遊び心を出してるんですよね。この遊び心っていうのがすごい面白くてですね、そのイタリアのスーツっていうのはやはり日本でも根強い人気を持ってるんじゃないかなと思います。また他のディティールとしてはイタリアのスーツって V ゾーンが深いんですよ。これ V ゾーンが深いとストライプと同じで縦長効果を演出できるため、簡単に言うとすっきり見えるんですよね。イギリスのスーツは例えばここら辺でもうバッと上の方で V ゾーンをかっちりとさせるんですけど、イタリアのスーツはそれこそすっと下の方まで伸びているため、ちょっとまたセクシーな雰囲気になりやすいっていうのもありますね。そういったディテールがあります。以上のような形で、まあ、ディティールと生地とか、まあ、気候とか国民性の違いや文化の違い、歴史的な背景についてちょっとお伝えをさせていただいたんですけど、まあ結構簡単にまとめさせていただきましたが、イタリアのスーツブランドさんを答えるとするとありすぎて困るんですけど、やっぱりキートンは外せないんじゃないかなと。キートンに関しては、まあ、30-40万円ぐらいの価格帯のテーラーさんです。これは無理でしょう、買うのは。あのこれに関しては私もそれこそそのうち手に入れたいと思ってる一着でして、あとはまあそれこそリベラーのリベラーノとか、あとはまああのイザイア、エルネスト、あのそれこそピッて行った時にいっぱい見てきたんですよ。素晴らしいんですけど値段がどうしても高いんですよね。コスパのいいイタリアのスーツを探すとなると、やっぱりそうですね、リングジャケットとかでも10万円ぐらい。はい、ないです。あのそのような形で今回は以上とさせていただきます。本日もご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録と高評価、そしてインスタグラムやツイッターのフォローなどもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。本日はありがとうございました。